本日は南那須小学校におきまして、私平成4年健全育成委員会の南第2委員会の皆さん方によります、子育て子供祭りが開催を、さまざまな行事が行われておりますが、ここは木工教室が行われております。木工教室をやっていただいてますのは、この東京都県、町田支部、高ヶ坂成瀬分会の皆さん方です。東京都県町田支部というのは、大工さん、あるいは左官業、その他さまざまな建設業の皆さんが、その JA の皆さん方が入っておられるところで、そうした建設業関係の皆さんが、この家づくりの基礎になります木工についての教室を今、開催をしてくれているところです。こうした大勢の皆さんが今協力をしてくれまして、子どもさんに講習を行っているところです。先ほどご覧いただきましたように、このこうした製品ができております。少しこちらの方にしましょう。このさまざまな材料を使いまして、木製の材料を使いまして、木切りを使ったこのお家や自動車などができております。こちらは感謝の相場ちょうど新しい品物を持ってくれて、持ってくれた皆さんがあります。こちらは鳥が置いてあります。こちらはお城でしょうか、そういういろんなものができたところが、大勢の皆さんが今日はそれぞれ大人の人たちから教えてもらって、さまざまな木工製品を作っております。ご案内しました。